2318から25行、ここに非常に重要なことが書かれています。それは太陽中心系と地球中心系を、双子とみなして、地球太陽中心系生命圏を考えていたということと同じような、発想で時間を、楕円の2つの中心として捉えている。どういうことかと言いますと、一応読んでみます。「真は、慶中気を発し、通中気を発す。その気を見て、その炉による。行けばすなわちなり、来たればすなわち変ず。不足の妙を仰ぎて、うつぼつの徒を伴う。この意味なんですけど、この「慶中気を発す」って、今日一日考えてたんですけど、例えばこういうのがありますね。植物成長しますよね。ずっと成長する。最初はこれ朝顔の成長と書いた基礎生物学研究、最初はこんなものだったんですよね。どんな大きな木でも。でずっと、樹齢1000年とか2000年とか経って、こんなに大きな木になりますよね。この成長の時間を慶中と言っている。これを言ったのが西洋ではベルグソン、創造的進化ですね。これはとっても大事なことなんです。そしてこちらの「通中気を発す」、この「気」という字をですね、最初に使った人かどうか分かりませんけれども、荘子の内篇にこれがあるんです。機会あれば機心がありというね。この機というのは、弾み車の、弾みのことなんですけど、通中機を発すのこの機、これがこちら、通中。これを通中って言ったんですよね。だから我々が一般に時間って言ってるのはこういう時間のことで、生命の成長の時間のことを言ってはいないですね。それはベルグソンとか、心理学的な時間論を知っている人はそういうことまで考えるでしょうけど、通常我々が時間といった場合は運動の時間を言っている。それでこれを2つをですね、この「慶中気を発す」と「通中気を発す」で、まとめてる、集合させているんです。さすが神仏集合の地です。それで、例えばこれがその地球中心系と太陽中心系で、西洋ではこれがどっちが正しいかで、有名な宗教裁判にまでなって、今では太陽中心系で納得してるわけです、みんなが。しかしながら、それは梅元は理非の理、理が正しい、非が違うと。でこっちが正しくてこっちは違うんだと、今度こっちから見てこっちが正しくてこっちが違うんだと言い争うのを理非の理と言ったんです。条理の理は理非の理ではない。そこがやっぱり縄文系和人の中心を2つ持つ楕円思考の凄さですね。これは乙型文化性といった人もいます。乙というのは凹凸の凹を書くんですけど、器型文化ですね。ここは器の中に入れてしまったんですよね。そうしてどちらから見てもいいですよと。ただし我々は太陽には住めないので、こちらが表なんですね。というか太陽がないと地球生態系が成立しませんので、裏にはこちらを書いている。
これで集合したんですよね。で、それを双子と言ってるんです。連体は双子のことです。同胞は兄弟のこと。日英。まあ、これに、これが太陽中心系ですよね。日英、水星、これ地球中心系ですよね。これを双子と言って、まあ、これ全体を取り巻いてるのが天球ですから、まあ、天球生命体理論と言った方がいいでしょうね。天球生命体理論。文化的には、まあ、人類史の文明においては、地球太陽系文明がこれから始まるんです。その母体となる思想を、ニュートンが亡くなる4年前に生まれた三浦バイエが作っていたというのはちょっと驚くべきことですね。これがオランダから長崎に来ていた東インド会社がその情報を持ってきていたんですよね。で、それが徳川幕府にまで、伝わっていたということが言えます。で、こういうのは、これはまあ人間の子供でも一緒ですよね。最初は一つの受精卵からずっと成長して、生涯、まあ100年近い生涯を終えるんですよね。それがその慶中の字なんです。その間、まあ結婚して子供を産んで、まあ子孫を残して世を去っていってというのを繰り返す。それは生物は皆そうですね。しかし、その生物が活動している地球は、通中で見ればですよ、ここを回ってるんですよね。この白黒は満ち欠けですね。だから地球の場合、昼夜ですよね。月は満ち欠けのことをこう書いてるんですよね。それでこんなふうに、曰くは火星のことですね。あとちょっとよく分かりません。奇数もちょっと意味がよく分かりません。これはまあ当時の天文学に詳しい人だったら分かるでしょう。白太は金星ですね。白太は金星だったと思います。あ、白太は水星でしたかね。金が金星だったかな。で、こういうふうに、こういう成長をする生物も、まあ、我々人間も渓中にいながら通中を運行しているんですよ。ここはここ回っている。またこれ自転してますよね。これを見事に吸い合わせたんですよ。それもストローク関数で。すり合わせた、そのストローク関数がここにあるんですよね。これは折り目ですね。で、地球の方を大きく書いている。これは以前も申し上げました。これは渓中なんですよね。こう成長していくのは。天球はこう見えます。こちら通中なんです。ですから、ベルグソンとアインシュタインのまあ、論争実際にはなかったんだけれども、それは結局ベルグソンは渓中奇を発数についてついて言いたかったし、アインシュタインは通中奇を発数について言いたかったんで、西洋ではこれをまとめることがどうしてもできないんです。これはもう西洋のものの考え方の欠点で、これは正円思考、つまり中心が一つの、まん丸の円ですね。その正円思考というのは、そういうふうにぶつかり合うか、温厚な人同士であったら、まあ相手にしない。アインシュタインがベルグソンを相手にしなかったのですね。そういう点がこの「言語」という本のとてつもなく未来的なところです。2318行、まあ、お読みくださいませ。訳がこれでいいかどうか分かりません。今日一日考えました。四苦八苦しました。また変わるかもしれませんが、一応この2つが大変重要な意味を持っているということを申し上げたくて録画いたしました。ではこれで終わります。